フォルクスワーゲンタイプ4は、西ドイツのフォルクスワーゲンが1968年から1974年まで製造販売した、クーレーリアエンジン方式の2、4ドアセダン及びステーションワゴンである。販売当時は、VW411、VW412 と呼ばれたが、現在では、ビートル、トランスポーター、1500、1600に次ぐ、第4世代として、 タイプ4と総称されることが多い。タイプ3より一回り大きなボディサイズに1.7から 1.8L クーレー水平対向4気筒エンジンを持ち、ビートルの血統を受け継いで、西ドイツの VW で開発、生産された最後のクーエンジン乗用車となった。ビートルの延長線上にあるとはいえ、タイプ4には多くの VW 発の技術が盛り込まれていた。モノコックボディ。 マクハーソンストラット式フロントサスペンション、セミトレーリングアーム式、リアサスペンション、油圧式クラッチ、三足フルオートマチックトランスミッションなどである。また、4度ダンも VW 発であった。バッテリーは運転席下に置かれ、ガソリン燃焼式ヒーターも後部に設置されていた。1968年から1972年までは、 VW411 の名で生産され、73から74モデルは、フェイスリフトを受けて、VW412 と解消された。共にファーストバックスタイルのに、4ドアセダンとにドアワゴンが用意された。当初のエンジンは 1679cc、ツインキャブレター68馬力であったが、1969年には、電子制御、フューエルインジェクションに変更され、80馬力に、 強化された 412E となるしかしこのインジェクションユニットには信頼性の点で問題があり、1973年9月にはツインキャブレターに戻し、出力低下を防ぐためエンジン排気量を 1795cc に拡大して85馬力とした 412S が登場した。1968年のデビューから1974年に、 フォルクスワーゲンパサートと交代して生産中予されるまでの6年間に生産されたタイプ4は367,728台に過ぎず1970年に登場して1974年まで生産された VW 初の FF 車 K70 をわずかに上回るがタイプ1、タイプ3と比較すると絶望的な結果であった西ドイツ国内の小型ファミリーカー市場は 年産30万台以上のオペルレコルトが主位を固めており、411、412はその敵とはならなかった。米国での411、412はアンダーアッパワーと評され、117,110台が売られたに過ぎない。日本では当時の輸入総代理店である柳瀬を通じて販売されたが、柳瀬をもってしても、 ビートルやタイプ3を上回る結果は残せなかった。ブラジルでは、ブラジリアが1973年の1982年、ゴルが1980年から1985年、タイプ1が1953年から1996年まで、タイプ2が1953年から2005年まで、メキシコでは、 タイプ1が1962年の2003年まで、タイプ2が1970年から1988年まで生産された。フォルクスワーゲン以外ではポルシェが1997年まで、タドラが1998年までク冷エンジンを乗用車に使い続けた。ありがとうございます。